はい、どうも、デイハルです。さて、今回はですね、もうびっくりというか、興奮で騒ぎ立てとるわけなんですけれども、 LDH ライブエキスポ2024エグザイルトライブベストヒッツの茜雲のライブ映像公開されました。うわー、来たー来たー、本当にいきなりだね。もうマジで心臓に悪いわって感じなんですけれども、そうなんですよね、公開されたんですよね。まあ実は僕ね、こんなにも早く公開されると思ってなくって、まあライブから1ヶ月後なわけじゃないですか。いや、すごいなと思ってね。僕はね、てっきりライブ DVD の発売の情報が公開されました。で、その宣伝というかね、広告も兼ねた感じで、まあライブ映像がね、茜雲の映像が公開されるんじゃないかみたいな感じで思っていたんだけど、まあ公開されたんですよね。まあそりゃ見るよね、見てきたんですよ。だから今回ね、感想はね、お話しします。まあ僕はね、2日間とも現地に行ってたので、こう映像でこうさ、なんかこうしっかりと見るっていうのはね、初めてなわけなので、その感想っていうのを話すわけなんですが、まあ、ただその前にね、今回ね、茜雲のライブ映像公開されて、インスタグラムの DM の方に「ドヤハルさんが前言ったからね、公開されたじゃないですか」みたいな感じでね、声をいただいたんですよ。まあそうなんだよね。なんでかっていうと、僕2日前ぐらいに年末ライブの詳細が発表されましたみたいなトークの中で、最後の方にちらっと言ったんだよね。最近さ、 LDH エキスポの関連の話題でめちゃめちゃテレビ出てるよねと。で、それを見た人たちが気になって、なんかこう見るものがないって、なんかこうちょっと残念というか、なんかあったらいいよね、特に茜雲のライブ映像とかあったらいいよねみたいなことをふわっと言ったんだよ。そう、ふわっと言った、その数日後公開されたんだよね。別に多分ね、俺が言ったからとかではないんだと思う。元から1ヶ月後に公開しましょうねみたいな感じで動いてて、でもね、時間も9時だよ、夜9時だし、あと28日公開されるなら27日、まあ昨日とかがね、日付的に良かったんで、ってなると、まあ俺が言ったからなのかなみたいな感じで思ったりもするんだけど、でもそんなことはないんですよ。元からね、多分ね、公開されるのが今日の9時とか、多分その辺からだったんだろうなとは思っておりますが、まあタイミング的な妙だよね。俺がたまたまそれを言うのが早かっただけの話なんで。はい、というわけで、ここからね、ちょっとね、感想でスクショ撮ってきたんで、それ見ていきながら、ああだこうだね、喋っていけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。いや、本当に改めてなんだけど、いやー、茜雲のライブ映像出てよかったよね。まあこれがもうちょっとタイミング早かったらね、このテレビ番組バコバコで出た時に出てくれてたらね、よかったなとは思うんですがですね。はい、というわけでね、まずはね、はい、こちらね、スクショね、LDHE がドーンと出てますが、まあもうこれが似合うライブ映像他にないよね。ね、この LDH ってさ、最近よく出るじゃん、ミュージックビデオの前とか。これが似合う映像はこの他にないなってちょっと思っちゃったね。はい、というわけで、茜雲のね、映像がスタートするわけなんです。もう蘇るよね、本当に。もうね、鮮明にさ、あの時の記憶がね、このパンでさ、ここあれだよね、みやびさんがね、いるんですよ。ほら、下の方にみやびさんがいて、オープニングセレモニーをね、やってくれて、パンのね、やつですよね、花火打ち上がって、みたいな感じのところですよね。LDH ライブエキスポ2024エグザイルトライブベストヒッツってね、ドーンって出るっていう、あのロゴが出るっていうところです。さす。いやー、マジ興奮するわ。もうね、このさ、みやびさんのところから見せてくれてもよくないみたいな。で、オープニングから茜雲みたいな感じでね、見せてくれてもよくないみたいな感じで、ちょっとね、贅沢なね、ことを申しておるドヤハルでございます。はい、ではね、始めていきましょう。さあ、茜雲がね、スタートするわけなんですけれども、このね、いいよね、こうお客さんのところ、客席からの感じ、上がってくる感じをさ、映す感じ、いいよね。で、ランページがね、出てくるわけなんですよね、こうやってね。いやー、これね、何を思い出すかっていうと、ランページが A ネーション出てたじゃない。あん時思い出すよね、せり上がりで、このね、ポップアップで出てくる感じ。ね、こう、うわー、茜雲のロゴがね、バックにあってみたいな。いやー、ランペさんね、最高ですね、本当に。この出てき方、半端ないっす。でさ、このさ、カズマくんが真ん中で、座ってて、この立ち上がって背伸びするっていう、このシークエンス、素晴らしい。本当に存在感。このセンターね、この時代の LDH を担う、このなんだ、先人ですよね、ランページって。で、そのど真ん中にいるカズマくんのこの動き方が、なんかこう、余裕がある感じがすごくクールだなというふうにね、
思いましたね。いやいいね、この背伸びだよね、このカズマくんの背伸びですね。ピーンとうわ行くぞみたいな、この行くぞがこのなんかこう気合に満ち溢れてるんだけど、それを内に留めてよっしゃやるかみたいな、そんな感じの、ね、雰囲気があっていいですよね。はい、でここから広がっていくと、でこの規模感ですね、引きの絵ですね。まあちょうどこれが僕が見てた1日目の光景に近いかな。うん、多分そんな感じ。俺 この辺から1日目見てましたね。はい、でカズマくんのね、歌というところでね、歌い出しから始まっていくわけなんですよね。もうね本当にもうかっこいいですね。でドーンとねランページって出るんですけど、ここで1個いいですか。そう、この、まあ、ライブ映像において僕の唯一の不満点というか、なんだろうね、まあ、公開してくれたことはすごくありがたいし嬉しいことなんだけど、あのさ、リリック入れんでいい。そう、リリック、その歌詞がさ、ほらほら、何度も山越えてっていうさところがさあるわけじゃないですか。何度も山越えてってあるわけなんだけど、これ歌詞ね、まあ、ずっと出るんですよ。もう頭からケツまでずっと出るんだけど、これねなくてよかったよ。うん、だってライブ映像なのにね、リリックビデオみたいになってるから、いやーね、単純にこうライブ映像として絵として見せてくれたらよかったものをリリック乗っけちゃうから、ちょっと見づらいというか、なんかねこうね、引きの絵とかめちゃめちゃ素晴らしいカットいっぱいあんのに、この歌詞が出ることによってちょっとね半減するっていうところは若干あるよね。それはちょっと否めないよね。で北斗くんね、はい、かっこいいです。ほらこうやってねちょこちょこ映ってるんですよね、リリックがね。はい、北斗くんのこのねもう綺麗。いやー、でこのねランページとお客さんが対峙してるみたいな感じのこの絵もいいでしょ。で空撮、要はドローンとかさ、いっぱいこういろんな手法で撮影されてるわけよね。いやー、いいですね、こういうの僕たまんないですね。はい、好きです、めっちゃいいよね、ほんと。もうド頭から盛り上がるわ。でリクさんね、いやー、ほんとリクさんの歌声大好きでございます。でこのね樹くんの表情もねすごい良かったんですよね。でこのさ、なんだろう、茜雲用にやっぱこう振り付けも作られていて、でそれぞれね踊ってらっしゃるんですよ。他のグループもねこの後出てきますけれども、はい、とか言ってたらね、ファンタスティックスが出てきましてね、ここ横なめでずっとね、まあ蒼太くんのところまで行くんですけど、このね AI じゃ描けない愛っていうところを歌ってる、まあこの AI っていうさ、まあ愛じゃん、でもそれじゃ描けない愛があるっていうのがこの歌詞俺結構好きで、そう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 、いやーこれを歌ってるねゆうせいくんの顔が素晴らしいですね。いやーでここのね、そのあのそうたくんのさ、こう結構さ細かいねリップの、まあ、歌のところあるじゃないですか。でそこから踊り始めるファンタスティックスのこのスキルフルなダンスがすごい魅力的ですよね。で後ろにはさいっぱいのファンがいるっていうね、この絵またいいですよね。このね、あのエンドステージと反対側のさ、バックステージっていうのかな、ね、ね、あのまあセンターじゃないからバックでいいか、バックステージのね、このねパフォーマンスもね、この絵もいいですよね、本当にね。いやでね、もう蒼太くんのね、中島蒼太くんのこの美術、今回このね美術最高なんだよね、蒼太くんね、本当に。なんかこう髪をかき上げてる感じのセットもさ、服装も衣装もそうだよね、ほんと素晴らしいよね。いやー圧巻だね、ほんとスタジアムの絵っていいね。いや僕さ、あの客席で見てたからこの絵の感じはさ見れてないわけよ。多分ライブビューイングで見てた人はこの絵の感じを目の当たりにできたと思うんだけど、いやいいなーって思いましたね。だからライブビューイングで見るのもまた捨てたもんじゃないなと思いましたね。で次サイキックフィーバーが出てくるわけなんですけど、サイフィーちゃんがねまたこう存在感が半端ないというか、まとってるものがちょっと一味違うよね。うん、いいね、なんか仕上がってきましたね、なんかね。いやーいいですね。だからリリックが邪魔。でこのジミーくんがねいいんだよね、このさフードをさ深くかぶってる感じでさラップしてたところからねフードを外すっていうのが、でこう202俺らをほっとかないっていうのがねいいですよね。いやもうほんとね、サイキックフィーバーマジで、だこのさ、なんだろう、
ね、赤ネグモ歌ってるメンツ的には一番下のグループなんだけど、本当に存在感とかだけで言うとマジね結構トップクラスというかね、うん、すごい風格を放ってますよね。サイキックフィーバーすごくいいグループになりましたよね、本当にね。衣装もめっちゃいいよね。グリーン、しかもグリーンっていうのがねまた今までいなかったからね、本当にそれが映えるよね。で、はい、来ました。あー、もうキングオブレジェンドですキングとレジェンドってあんまさ一つに言わないんだけど、キングオブレジェンドだよね、マジ。タカヒロさんでございますね、本当に。もうバンとね、一人でね、エンドステージのさど真ん中でマイク持って歌う、いやーこれね本当現場で見ててもうとてつもない存在感でしたよ、マジで。本当に、いや、いくら離れててもタカヒロさんのあのバンって来た感じのなんかね温度感はね半端なかったなって覚えてますね。ここはね素晴らしかったね。いや、でね、このさど真ん中一人なんですよ。それをさ全員が見てるんですよ、数万人といるお客さんがさ、これは半端ない力ありますよね。で、そこからね、幸大をいただこうっていうこの一言ですよね。うん、いや、なんかこれがね、まあ本当に好きで、なんかこう自負してるというか、やっぱ LDH も一回てっぺん取ったというか、一回時代をいただいたと思うんですよ。ただ今改めてまた時代をいただきに行こうって言っているっていうのが、なんかね、こう、うん、なんかこういろんなものがね、ファンとしてはなんかこう思いが込み上げてきますよね。うん、みんなでもう一度取りに行きましょうって感じですよねで、ビビZでございますね、バリスティックボーイズということで、バリスティックボーイズもね、やっぱこうこうやってさ、いろんなグループがさ並び立った時に、やっぱこうバリスティックボーイズの色っていうか、このクルー感っていうのがまたいいですよね。うん、面白いですよね。なんかこうグループのさ、いろんな色がさ見れるのも、このね赤ネグモのねライブ映像のいいところかなというふうには思いますね。でね、もうここやられたね、こうワイルドのアニマルのところの松井くんですよね。これね、このちょっとさ低いところで、でがなりを入れて、かん入れ、あ、噛みましたがなりを入れた感じでさ歌うさ松井くんが、もうグルって感じでかっこいいよね、マジでね。このグルはまあね、あれなんだけど、バウワウワウなんだけどね。はい、いや、でね、俺ね、やっぱね、バリスティックボーイズ日高くんが好き、男として日高くんが好きでございます。マジでかっこいい、この低い姿勢でさカメラに向かってくる感じ、あー分かってんねでね、流星くんのね、24WOWWOWWOW、このノリ好きね俺、本当に。うん、この画角というか、このノリがまさにこのバリスティックボーイズたるやって感じだよね。このラップでいくさ、このフローと、なんかこう、わかる？バイブスとね、そういう感じだよね。クルー感でね、まさにね。これが好きなんだよね。だからこれをもっとバリスティックボーイズの楽曲とかで活かしていけば、僕はもっともっとバリスティックボーイズはぐんぐんいくと思うんですよね。いいですよね、バリスティックボーイズね。でよ飛んだね、今、でよが飛んだね。ジェネレーションズですよね。このドアタマの佐野レオくんがね、半端ない。表情もさ、なんかこう危機迫る感じもあるし、覚悟をね見せてる感じもあるし、まあやっぱこうジェネレーションズってね、今ねこう、まあ、新たなね再スタート、まあ、2.0 って掲げてますけれども、新たなステージというか、新たなね第2章といいますか、そこにね突き進んでいったわけじゃないですか。で、このドア玉のレオくんのこの表情はやっぱね、いろいろこう見てる、まあ、ドリーマーズの皆さんだったら感じるものがあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ジェネレーションズっていうタイトルがドーンって出た時のこのね、レオくんの感じですよね。たまんなかったっすね。いいですよね。で、まあここからね、ね、ハヤトくんがピョーンってね、入り込んでくるわけなんですけど、すごいよね。うん、単純にすごい。で、後ろでこの後中塚優太くんもね、飛んだりしてますけれども、このアクロバティックなのもね、やっぱジェネレーションズできますからね、すごいですよね、本当にね。で、ここのさ、ジェネになった瞬間の盛り上がりのギアの上がり方がすごいんだよね。
うん、いやでここね、ここまああのスクショマジタイミングどないやねんって感じなんだけど、この歌詞に合わせた振り付け、指の隙間をすり抜けるようにっていうこの歌詞に合わせた振り付けがすごい良かったですよね。でもうリュウト君がねいかつねえ、もうこのねリュウト君めっちゃいいよね。でプリンスね、片寄君ですね。いやー爽やか、このリュウト君からの片寄君の振り幅がねやっぱすごいのもね、やっぱこうジェネレーションズらしいところありますよね。いやーこの2人のね、いやマジもうほんとね歌詞が素敵だからさ、このジェネパート、いやーこの2人が歌ってジェネがパフォーマンスするからこその歌詞でもあるしね、こう届きそうで届かないっていうところだよね。これがまさにジェネっぽいよね。なんかこうジェネが今まで歩んできたストーリーがこう物語ってるパートですよね。で、一つ一つずつね、積み重ねて積み重ねていって、積み重ねて噛むね、積み重ねていって約束の場所に、近づいていくんですよこのストーリーはっていうね、その感じがいいですよねジェネのパートね。でラストね、メガネサングラスを外すアラン君ですね、かっこよかったです本当にこのさ最後の歌詞を歌ってるリュウト君のこのちょっとグッとしてる感じも好きなんだよね俺ね。でです、はいもう言葉が出ません。もうねこれはねたまらんね、このね7人でさこのね上がっていく感じというかね、ステージに登る感じというか客席に向かっていく感じいやすいませんね、いやたまんないよねこれはね、しびれたね、ドーン JSB って言ってね出てくる感じ、いやー王だよねキングでございます。いやーすごいな、いや一気にねやっぱね3代目が出てきた瞬間会場の雰囲気変わったんだよねマジで。いやジェネで一個変わるんだよマジで、うん、ジェネで1個変わってでね3代目で変わる、いろいろ変わるポイントあるんだよ、 TAKAHIRO さんが出てきて変わるもあるし、ランページがドアタマ出てきて一気に盛り上がるとかもあるんだけど、やっぱ JSB が出てきた時の上がり方はちょっとね群を抜いてたね、会場がドンっていったもんね、もうなんか血の底からガンって上がった感じ、1個なんかそんな感じがしましたね、うん最高だね。でねやっぱね今市くんのね煽りがすごくいいんだよね、上げてくれるよね本当に。いやーこの歌詞だよねまさにね、いやだから結局さ歌詞出てくるのいいじゃんって感じなんだけど、いや、まあ、そうだよね歌詞出てくるのもいいんだけど、やっぱねちょっとね歌詞がないバージョンも見たいなっていうね思いはありますねライブ映像ね。まあでもこの結果で証明してきた全てっていうのがね本当本当にね3代目だなっていうね、うん、なんかこういろんなものを背負ってというかいろんなものにぶつかったけど全て結果で証明してきたし全て結果に変えてきたっていうね、この3代目だけが歌える歌詞ですよね、うん、なんかこう本当になんかこうずっと君臨してるのが3代目だよね、うん、やっぱエグザイルとかってなかなかこう活動ができなかったりとか、まあ今もね活動再開をこう待っている状態ではありますけれども、3代目ってずっとあの本当今まだ全然喉の調子悪いんですよ、すいませんね本当にごめんなさい、あの何を喋ってたっけ、そう3代目ってずっとこうねね、いてさ変わらず7人でいて、そういう7人でいるっていうことも結果だし、今までこうずっとね15年約15年ぐらいで活動してきたっていうこのこれも結果ですよね。でねやっぱ最前にいる、今でもこうねトップにいるっていう日本のねあの音楽業界の中でもまあ最前にいるっていうこのね、ここも結果であるし、全てこう結果で体現してる証明してるっていうのは本当に3代目だなって思う歌詞かなと思いますね。いや何が熱くて何がね So what so hot 何が熱いのかみたいなね、何が今のねホットなのかっていう、ここをねなんかこの So what so hot だけでもなんかこう感じ取れるものがありますよね、うん、いやおみくんかっこいい、はい、ガンちゃん、クール。はい、ケンチロ君、眼差しがすごい。で、エリーさん、もう本当にエリーさん、セクシー。
で、直人さん本当ねやばいよね本当に、うん、面白いしね、ダンスやべえしね。でこうもう俺直樹さんめっちゃ好きなんだよね、この和な感じ、うん、なんかもう男って感じで好きですね。はい、モンストの日は関係ねモンストね、うん、モンストねまだやってんですよ一応ね。まあ最近ちょ全然やってないけどでこのね夢、いやもう歌詞が素晴らしい。フリーダム、キングダムね、オミ君のねここのね手を広げてここだよってね、 LDH こそフリーダムなキングダムなんだよってね、言ってるところですよね。でまたね、高弘さんのね、まあ、サビですよね。ここがサビなんだよ、一応ここがサビなんだよね、そう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 、一応ここサビなんですよね。いやでね、EXILE のメンバーが出てくると、まあ、セカンドさんですよね、出てくるというところでまたここでギュッと引き締まる。だからねなんかさ、やっぱこう3代目がフロントマンだとするとこう EXILE のメンバーでやっぱ土台というか、もうなんかこう根っこだよね、なんかそんな感じするよね。いやいいね、さあ時代を頂こうで全員がバッて手を広げる、圧巻ですね。いやこういう細かい振りの動きってなかなかこう現場というか客席、まあ僕遠かったんでね、そこまで見ることができなかったんですけど、なんかねこういう振り付けになってたんだっていうのでね、こう時代をいただこうっていうね。あとさ茜雲もね、あの結構振り付けがちゃんとあるんで、 YouTube ショートとかね TikTok とかでちゃんと踊ってほしいですよね、ここのね、ね、あの茜雲のやつね踊ってほしいなと思いますけれども。いやーこのねセカンドさんの歌詞がねたまんないんだよね。最高の仲間とあとどれくらい踊ろうみたいなところあるじゃないですかね、めっちゃいいよね。語ってざっと四半世紀、いやーいいよね本当にね。もうここがさ LDH 詰まってるし、こうエグザイルが詰まってるし、ここまでさずーっとになんかこうわかる、ずーっとやってきたからこそ言えるよね本当に。いやいいね、このなんかこうファミリーというか仲間っていうところを歌ってる感じがいいですよね。この小吉さんのパートのね歌詞がたまらないですね、うん。いやでここさあのセカンドさんが出てくると同時にネオのみんなもね出てくるんですよね、ここにいるのはね日向くんと滝くんと、まあ涼二くんもいますかね、あとセナくんかなおそらく、あと健介くんとかいるしね、俊之介くんとかもいるとね、ネオのみんながこうアキラさんのバックで踊ってる、いやたまらんすね。ここがまさにさトップね、一番上じゃないですか、アキラさんエグザイルとネオっていうね、今ねやっぱこう一番後輩のグループたちがこう一緒にこうね最後に出てくるっていうのがいいですよね。こうなんだろうね、今まで気づいてきた人たちとこれから築き上げる者たちっていうところでなんかねいいなって思いますね。でネッサンとタキ君の表情がずっと気合入ってんだよね、面白いね、いいよね、最高だよね。でネッサンのね、ネッサンのこのねただのねおふざけじゃないっていうね、いいよね。そう俺らのパーリーはただのおふざけじゃないと、大人の宴だっていうここだよね、うん、まさにだよね、最高ですね本当にね。いや楽しみたいなレッスン、ね、ただもう歌いなさいと、ね、とにかく楽しみたいな歌いなさいっていうね、もうこのもうすごいよこの絵面、本当にやばいね。でこれですからね、茜雲しっかりこう夕焼け日が落ちてるタイミングでこうパフォーマンスできてるっていうのもね、すごくこうなんだろうね、タイトルとこの楽曲調とねすごくいいですよね。でこの楽曲もねすごいロックテイストなんで気分が上がりますよね。ここから始まるんだっていうね、なんかこうなんて言ったらいいんだろうね、あの茜雲もまあその夕焼けね、あの夕日に雲が染まってるね、 色が染まってる感じのことを茜雲って言うんですけど、まあ、ここから宴が始まる、要はだから夜ね、やっぱお祭りというかそういうものが始まっていって、でセットリスト的には茜雲で始まりの一旦ねライジングサンで終わる、だからこの夜夜通しねこう宴をやって
でまた日が昇るねっていうところ、このなんかねループができたんですよね、今回のこの LDH ライブエキスポで。あ、茜雲やって、ライジングさんやってって、だからすごいなって思いましたね、このループができたことですよね。面白いでしょね。ちなみにここのセットリスト予想は僕当たってましたからね、茜雲を一番最初にやってライジングサンデーを終わっていくっていう、このね、あの日が沈んで日が昇るっていうことを歌ってるっていうのは僕ね、こう解釈した時にもね当てましたからね。ね、イエー。で始まりはいつもここ中目黒、まあここ長いですけどねみたいな話なんですけど、まあ中目黒ね、本当に LDH の聖地のことを歌ってますよね。だからなんかもともとね、茜雲って今タイトルなんだけど中目黒にしようとしてたみたいな一説もねありますからね。いやーいいですね、ここら辺はもうね、もううわーって感じ、眺めるね、最高だなこの景色、よかったよねって、興奮したよねっていう眺めるところですね。ね、本当に、いやーもうね、エグザイル3代目さんのメンバーが一番楽しそう、特にアキラさんが一番楽しそうですから、ね、本当にね、うん、最高だね、ここのこうね、先輩後輩関係なくこうみんなで肩組んで一致団結してる感じ、ここからもう一度 LDH は行くぞみたいな感じの雰囲気はもうたまんないですよ。ほら、もうアキラさんが一番楽しそうね。ど真ん中でね、いやーいいですね、ほんと。もう小吉さんも楽しそうですからね、まあね、プロデュースに携わってますからね、本当になんかこう無事開催できてよかったっていうこの安堵もあるんでしょうね、最後はもう楽しむだけだぞみたいなね。最高ですね、高井さんね、かっこよすぎんだろ横顔で、このねぐーっとね、そうもうそうそうたるね出演者をなめるね、この絵ですよね、長いんだよね、奥か手前から奥からずーっと行くのがこの長いっていうね。いやー高井さんやっぱ改めてかっこいいですね。いやでこのねカズマくんね、カズマくんはやっぱこう時代を担うやっぱセンターですからね、本当に。いやランページマジで世の中震撼させるねヒット曲をね打ち出してほしいと僕は願っておりますし、それができると信じております。はい、でもうねこのね、いやまさにねやっぱ茜雲だよね、うっすらとこう赤く染まってる雲ね、茜雲ですよね、本当にまさしくだよね。でね、小吉さんのこのね LDH ライブエキスポスタートっていうねこの掛け声ですよね、パーンってね、はい、このね花火で終わるといったところで、あー最高ですね、本当にもうね蘇ります、最高です、マジで。本当茜雲もね、まあこれからもね歌いつないでいってほしい楽曲、まあ、ですし、まあ、LDH ライブエキスポ2022 EXILE TRIBE BEST HITS で終わらせるにはもったいない楽曲ですし、いつかね、まあ、むずいと思うよ、そうそうたるメンツなんでね、むずいと思うけど、どこかねこうテレビとかで披露できる日が来るといいなーなんていう風には思ってますけど、まあむずいよねこれに関してはね、さすがにどっかテレビでっていうのは難しいとは思うんですけど、まあねこれよかったらね、本当にみんなで拡散して盛り上がってる LDH が盛り上がったんだぞ、盛り上がってるんだぞっていうことをこうね世の中の人に知らしめていきましょうと僕はね思っております。はい、というわけで、まあ今回はこんな感じでね終わりたいなと思います。まあ本当にね、まあ僕はね公開してくれとずっと言ってましたけれども、こうやってねまあ1ヶ月で公開してくれたっていうのは本当に早いと思っておりますので、まあゆくゆく先々はなんかあのコラボだったりとかね、いろいろまあね世に出してほしいものっていうのはありますけれども、まあおそらくライブ DVD 出ると思うので、円盤出ると思うので、まあそのタイミングかなというふうには思っております。はい、というわけで今回は以上になります。チャンネル登録、高評価、コメントをお願いいたします。まあ、あとはこれをしっかりとプロモーションできるといいですね。また次の動画でバイバイ。